どうしても聞きたくて最後見れないんで今失礼します。火曜日のオレンジに、あ、火曜日か、ウィッグさんニット買ったんですが背が小さくて今日バッグを押さえるアップに無線の髪色が合いますか。火曜日のオレンジにニット OK、はい、これかこれにしてください。はい、黒かベージュにしてください。カバン、そしてショルダーでちょっと上げてください。ベージュもはいです。はい、じゃあ次の商品いきますね。はい、はい、こっからじゃあちょっとスピード上げていきますよ。はい、はい、配色ゆるカーディガンです。品番が C の5669、 C の5669 です。はい、みーちゃん着ているのがグレージュです。かわいい。わー、かわいい。そしてブラックです。ね、はい、そしてはーちゃんはアイボリーでございます。全部で3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3490円。イエーイ。そしてこちらも10月の8日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、どうぞ。はい、これはですね、もうパイピングがまずパイピングなんかな、でもなんか生地感がね、あのパイピングってここなんかちょっと革っぽいじゃないですか、うん、なんですけどこれもニット生地なんですよね。ニット生地っぽい感じになってるので、なんか全体的に柔らかい感じのコーデに仕上げてくれるかなと思います。トップス使いにしても、うん、あらちゃんみたいに羽織使いにしても、うん、一気にねコーデがね柔らかい女の子っていう感じのイメージになるかなって思います。で、あの先ほどもお伝えしてたんですけど、あの全体的にゆるっとしたシルエットなのに、なぜか低身長骨格ストレートの私が着ても着膨れしないような不思議なカーディになってます。そう、なんかこういうのって私なんかめっちゃ着られてる感とか、なんか着ぐるみ感が出ちゃうんですけど、ここがかってあのめっちゃ深部位なんですよ。なんでインナーは必須なんですけど、ここがしっかり開いてくれる分あのすっきりして見えます。で、開いてるだけじゃなくて、この開いてるラインをこのパイピングの感じでしっかり強調してくれるので、うん、顔がまたシュッと見えるし、上半身もすっきり見せてくれるかなと思います。で、私みたいにトップス使いもできるんですけど、あのここがちゃんとボタン開くので、はなちゃんみたいに羽織も使えるし、こんな感じでちょっと肩掛けもできるし、なんか今年っぽい、なんやろ、たすき掛けとか、もうそれもにするだけのやつもできます。ニットはね、多分ね、このぐらいの厚めのニットだったら、うんうん、プロデューサー巻きの方がもしかしたら確かに、うん、いいかもですね。そう、いろんな着方ができるので、あのカーデって着てる期間が短そうに見えると思うんですけど、あの今年こういう着方が流行ってくれたおかげで、意外ともう1、2週間してから着れそう。こんな感じで着ると、そうで寒くなって夜になったら着るみたいな着方もできるので、意外と長く活躍しそうなアイテムになっております。はい、はい、ですね。羽織だったらウェーブでもいけるかな。もちろん、てかいいちゃんめっちゃ似合ってましたよ。あ、いいちゃん着てた。いいちゃん着てました。めっちゃ似合った。多分全員全員本当に、あのみーちゃんがさっき言ってくれたみたいに、でも骨格はあんまり意識せず、うん、でもいけそうな感じがね。うん、はい。最後に着るのは楽しみ、いろいろ買ってしまいそうだけど、体型戻るかな、いちゃん大丈夫。そしてこれは関係ない、もう妊婦さんも全然着ていただけると思います。はい、はい、2人のお尻はこれ、あ、違う、あ、私こっちか、最初これやった。これはもう買うって決めてたけど、実際今日見て、これ、うん、これ私これです。あー、これ大丈夫、これいいな。あ、ちょっと来てもらえないますね、うんうん、はい。ブラック着ちゃいましたか。じゃあ見て、これブラック着てみて、多分ブラックもめっちゃ締まっていいと思います。うん、うん、そういうことなんかゆったりしすぎて、あのちょっと体型気になるなとかっていう方だったら、締め色のブラックを合わせていただくとすごくいいんじゃないかなと思いますよ。はい、じゃあ残りこのまま、ぜひ私はこのコーデがしたいんですよ。これ今はなちゃんね、プライベートずっと基本これのスタイルをしていて、ニットを上から巻くっていう、これがすごく、ね、好きなんです。確かに今日着てるロンティーね、今日の商品にめちゃめちゃ合うやんなんですけど、私もこのロンティーめっちゃ気に入ってます。ちなみにさっきから結構あの質問をいただいてたんです、答えられなくて。新品番がね C の4941で、もう一回行きますね、 C の4941です。はい、これ顔あったら
かいっぱいあるかな。うん、あ、オッケーです。それぞれのラインの色ね。大事大事。まず、アイボリーがベージュになっております。見えるかな？アイボリーがベージュのラインになっております。よいしょ。はい、ベージュのラインですね。すごくね、柔らかいベージュのラインになっております。はい、そしてから、あ、いいよいいよいいよ。みーちゃんがね、さっきにちょっとラインをね、お見せしたいの。これ白やな。白。ですね。うん。うん、どちらかというとこのねアイボリーです。白、真っ白ではないアイボリーです、うん、黄みがかってますね、うん、黄みがかったアイボリー、黒はアイボリー、うん、そしてもう一個が、あ、じゃあみーちゃんの黒見ててください。皆さん見てください。黒やっぱすっきりして見えます ね、 ね、あのボトムスとかさっきと変えてないんですけど、なんかちょっと雰囲気変わってる。めっちゃすっきりした。ね、すっきりして見える気がする、うん、より細く見えますね。ね、はい、そしてグレージュはブラウンです。はい、よし、はい、っていう感じのお色味になっております。はい、ね、大人に嬉しい丈感だって、うん、お尻もしっかり隠してくれるので、ね、はい、いいですよね。あ、みーちゃんのカラー欲しいな。キブヤベージュキャメルばっかり着てるこれかな。わかります。だからこそ黒欲しくなりますよね。かわいいこれ、うん、ね、肌触りどんな感じか知りたいですって。ふわもちっていう感じ、はい、ふわふわしてるけどもちもちしてる。あ、もうほんまに触ってほしい。こっちの方が分かりやすいかな、はい、ほわほわもちほわもちほわほわほわでももちっともしてるんですよね。ほんまにふわーみたいな、もうねギューってしたくなっちゃうね。ね、女の子っていう感じの素材感です。だから、はい、ちょっと気になる男性がいたらこれ着てみてください。行ってみて、あと今みーちゃんみたいにちょっとあのほらもう燃えそうで燃えそうで燃えそうでして、イチコロです。これでイチコロにしちゃってください。ね、黒かわいいですよね。かわいい、はい、で、あ、見た、ボタン開けたバージョンも見たいだって。ボタン開けたバージョン、うん、OK です。そして生地の端っこの方、受け玉できやすそうです。ね、最初のニットと比べるともしかしたらできやすいかもしれないですけど、このちょっと若干このふわふわ感が分かりますかね。ちょっとひわひわってなってる、若干だけ毛羽立ってる感じです。とは言うたものの、あのなんかね、できるにすぐ毛玉できるニットって本当に1回いってるだけでできるんですよ。で比べたらもうあの結構サンプルで、あのいろんな方が着てるんですけど、全然今のところあの毛玉になってる部分がないので、できやすいではないと思います。ただずっとやった着れたらできます、ニットなのでっていうぐらいの生地なんか感じかな。なのでお手入れをしてください。ねえ、触りたい。さて、サメちゃん買うならもうパープルと決めております。サメちゃんパンツ新作です、新作です。この後また紹介していきますね。感じで、あとはあんまりニットとかなのでギューってやるよりかは畳む感じでちょっとギューってしてからの、あのね、あれです、平置きで
干してください。平置きで。ニットは絶対垂らしたら枯れるので、平置きで乾かしてくださいね。そして極力影で乾かした方がいいと思います。ま、よ、う、間違いない。あ、いいね。カジュアルも可愛いね。可愛い。いいではないか。めっちゃワント。うん。チクチクしないですか？しないです。もちもちしてます。もちもちしてます。はい。あ、ごめん。みーちゃんが履いてるパンツにコンバースおかしいですか？パンツの説明。ごめんなさいね。申し訳ない。コンバース載せてないかな？コンバースなんか先。載せた気がする。なんか先確かに。可愛いです。うん、可愛いです。確かに先みーちゃんコンバースを合わせた気がするね。違ったらごめんなさい。コンバースしてるはず。ボタンそれぞれベースの色ですか？ボタンそれぞれベースの色ですね。ちょっと黒だけじゃないので、ちょっと待ってください。ですね、ですね。はい。あ、黒も黒や。黒は黒です。はい、うん。全部ベースのお色になっております。よし。首詰まったロンティーとかでも合いますか？絶対可愛いで、ちょっとロゴだけここから見えるとかも可愛いと思う。いいと思います。あとね、タートルも全然いけますよ。いけます、いけます。うん、あとはブラウスもいけます。うん。うん、V なのでね。うん、中は意外とね、結構。あ、カディガン OK です。普通にいけますね。OK です。火曜日発売のブンちゃんの、あ、襟付きワンピースブラック買ったんですが、このカーで合いますかって。あ、ごめん、待って。ね、ブンちゃん品番、なんかセーラーみたいな。あ、はいはい。あ、これ合いますかって。あ、いけるんじゃないですか。可愛いと思います。今日ちょっとなくてあれなんですけど。いけると思います。可愛いです。あ、みーちゃんのパンツ可愛い。ありがとうございます。2点目にこれもご紹介してて、めっちゃ美脚パンツなので、そう。また味てる見てみてください。インしてもすごい綺麗かったです。と、あ、今見ました。バッグの紹介これからかな。バッグの紹介で、ね、めちゃめちゃコーデにいろいろ合わせたりしてるんですけど、これ入りますみたいながっつりした紹介は後ほど最後に行うので、最後に、はい、で、あやちゃんが来たらこんな感じです。もう来てもね、かわいい、かわいい、すごく、うんうん、ね、かわいい、うん、はい、大人っぽくね、カッコつけてる、カッコつけてる、こんな感じかなですかね、うん、かな。で、みーちゃん全部着たな、全色。全色着たら、全色着た。あと黒だけ着てないから。黒がね、あっちにある。黒だけで着てもらうかな。オッケーです。と、あ、ハルトはスニーカーに乗せてほしい。あ、もちろん、全然。そのまま、はい。お願いします。と、丸首カーデはいろんなブランド出してるけど、深ぶりって、この絶妙丈のカーデなかなかないから買おうかな。確かに。いいと思う。確かに。V ってなると結構綺麗めなピタッとしたカーデが多いと思うので、うん、カジュアル感も出しつつ、スッキリも見えるこのカーデは確かに人と被らないと思います。と、あ、カーディガン、ジャンスカ、ヤバアイマスク、ジャンスカアイマスク、アラスカアイマスク。いけます。かわいいです。あ、ブーです。かわいい。モノトーン。モノトーンでした。グレーの。スニーカー見えてるから、かわいい、コメント大丈夫かな、こんな感じです。かわいい、黒もかわいい、これは色迷うな、迷いますね。肩掛けしても全色かわいいし、普通に着ても全色かわいい、羽織っても全色かわいい、うんうん、さあ、いきましょうか。じゃあニットベストだ、うん、ニットベストだ、いきます。さっきあのハナちゃんがボーダー着てたニットベストですね。あ、もちろん、あのね、そうだそうだ、そう思ってカラーパンツ持ってきてたんです今ね、カラーパンツ結構流行ってるからね、あの、よいしょ、まずじゃあ当てていきますね。そうなんです、全色可愛くて困っちゃうんです。はい、もうバッチグー見えてますかね、緑です。そしてシンプルにベージュです。はい、そしてで今中ロンティー着てるんですけど、それこそ N555 の、タートルニットとかを合わせていただくと、もしかしたらオフィスカジュアル、あの OK だったらヒールとか合わせてもいいんじゃないかなと。中タートルのニットとかにしていけます。はい、ライン入ってるんですけど、本当にベーシックなラインカラーのラインなので、カラーパンツとかも相性はバッチリだと思います。あ、やばい、よかったよかった。あ、
甘やこうでかわいい、まいさん。でさ、またかこのテストめっちゃいいですよ。うん、そうなのよ。テスト、じゃあ私最近来てたから、このまま。